平成24年度電検参集の問題17の解説ですね。で今、電圧計はですね、1キロオームで1ボルト、定格1ボルトですね。それに倍率計をつけて、まあ、15ボルト測定しようということですね。で、この電圧計にですね、流すことのですね、電流ですね、電圧計に、電流ですね。これを、I の V にしましょうか。I の V はですね、どうなるか言ったら、10の3乗、1ボルトですね。これは、1ミリですね。1ミリアンペアですね。ということは、こちらでですね、倍率で受け持つ電圧は14ボルトですよね。15-1 ですか。これ14ボルトですね。はい。で、14ボルトで、1ミリアンペア流すわけですから、RM は、14ボルトですね。10のマイナス30ですね。14×10 の30ですか。これは、14キロオームですね。キロオームと、こうなります。じゃあ、これ3番ですかね。はい。それから、これが A 問題です。B 問題はですね、結局、ちょっと透過回路書き直してみますとね、こうなります。で、こういってですね。それから、こうですね。こうですね。こうなるんですね。これが4ボルトで、これが30キロですね。で、これがまあ14キロで、これオーム、まあオームですけどね。こっちが1キロですね。でこれ10ボルトで、10キロオームですね。もうこれキルオフでね、やっても、はい、よりかあれですね。ウィルマンの点の方が早いですからね。ここの電圧をですね。ここの電圧をこう V にしますね。はい。V イコールですね。ですね。こっち10、16ですね、これね。16ですね。そう、16をですね。こっちは10キロですね。10キロ。プラスですね、4ボルトのですね、こっちが30キロですね。はい。それから、こちら抵抗になりますな。10キロ分の1プラスですね。これ全体15キロですかね。15キロ分の1プラスですね。30キロ分の1になりますね。こうなります。はい。そうすると、これはですね、こうですね、30キロ分の、3倍です、サブ68、のですね、48ですか、サブ68、48、プラス4ですね。で、これも、30キロ分のですね、3プラス2プラス1ですね。はい。これは、30キロ分の52ですね。かけ、30キロ分の6ですね。ということは、これは、6分の52、ボルトということですか。これは、何ボルトになりますかな。52をですね、6でやると、6は48、7ぐらいですかね。6、7、42ですから、8.7ボルト。こういうことになりまして、これは2番ですね。
2番が正解ということです。これはキリオフでやってもいいんですけどね、ちょっと面倒になりますね。ミルマンで、ミルマンですね。ミルマンの定理ですね。これで、解かれることをお勧めします。ですね。あ、ちょっと見えてませんか。これミルマンの定理です。ミルマンの定理ですね。これで解かれたら楽だと思いますね。